はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、前回の続きになるんですが、穴埋め、言葉のね、穴埋め問題8問です。ただ、前回と違く波線があるんですけど、これ同じ番号、まあ、1番と1番同じなんで、同じ答えが入ると、ここもそうですね。こことか、ここも。だと思って解いてみてください。で、やってもらった後に不安なところとか分かんないところがあれば、今からね、自分が解説入れながら答え埋めていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回の下の部分で平行移動っていうね、まあ、移動の一つの種類をやったんですが、移動は主に3つあります、名前が。で、その平行移動はもう終わってるので、その続きの2個をやっていく感じですね。で、まず1個目が、平面上で図形をある点を、まあ、ある点があると。で、そいつを中心にして、一定の角度だけ回すことをホニャララと、と言って、その点をホニャララという、というまず名前ですね。で、これちょっと埋めてしまいます。で、前回のが平行移動。だったんですけど、まずこいつが回転移動って言います。で、説明後でやりますね。ちょっとこれ経営だったけど。で、回転移動と言って、その点を、まあ、そいつはちょっと主役になるんですけど、そいつが、回転するときに、よいしょ、回転の中心になるんで、回転の中心って言います。で、この名前に関しては本編でもやってますし、教科書でも、まあ学校の授業でもね、絶対やるとこなんで、言葉覚えておいてください。で、まず、前回と同じくメモ帳を使ってやりましょうか。四角でごめんね。まあ、こうありますと。で、前の時、平行移動っていうのは、これをね、このまんまこうやって動かしてくる。回さないでねっていう。ね、まあこっち行ったりこっちしますけど。これが平行移動。で、回転移動っていうのは、ある点を決めて、そこを中心にこいつを回します。一定の角度だけ回すからね。で、まずじゃあ、例えば、ここを中心にします。この角ね。ここの頂点。ここを中心にしたときに、これをこういう風に回したりする。これ。これ回転移動ね。多分一番わかりやすいです。頂点にすると。で、もちろん、頂点じゃなくて、外にこうね。じゃあ、例えばここ、指先だと思って。これ、回転の中心とすると、こういう感じで回す。こうやってフリーハンドというか、適当にやってましたけど、こういう感じ。これが回転移動って言って、その時の中心。王のことを回転の中心と言います。で、まあ、詳しくは本編で撮ってるので、まあ、そっちでね、確認してもらえたらと思うんですけど、今日じゃねえや。この動画の一番最後の再生リストの中に載ってる、66番の動画ですね。ちょっと書いとこうか。この動画を見てもらえると、このね、ところ詳しくやってますので、まあ、よかったら見てみてください。で、ざっくり図で表すと、三角形。多分、今回、板書が入んないんであれなんですけど、まあ、こう三角形あるじゃないですか。で、回転の中心を、この辺、これ O ね。じゃ、こいつを中心にして回しましょうと。で、よくまあ、時計回りに30度とか、時計回りに60度とか、いろいろあるんですけど、まあ、角度決めずにちょっと今回やっていくとね、ここの頂点を、こうピーって引くんですよ。中心に向かってね。で、回すときどう書くかっていうと、じゃ、例えば、どのくらい回そうかな。このぐらい回そうか。これ角度、まあ、適当にやってますけど、だいたいじゃあ100度、120度にしようか。120度右に回しましたと。で、その時に、引いて、同じ、これね、特徴なのが長さが同じです、また。いい？で、同じく120度回しました。で、ここに来ましたと。頂点がね。で、同じように、ここピーって引きました。ちょっと色変えようか。ごめんね。ここピーって引いて、同じように120度回すところに、まあ長さこのぐらいでいいかな。こんな感じでね、同じく120度回しますと。で、当然長さはこことここは同じになりますと。で、そこに頂点が移ってきますよって。で、最後。ここも、中心に向かってピーって引くでしょ。で、これを、このぐらいかな？もうちょっと奥かな？で、この長さ、青も長さが同じように、で、120度回しますと。で、頂点、作りましたと。
で、完全にフリーハンドでやったんで失敗してますけど、そこの三角形を、こうやって引けば、まあ、こいつの三角形移動したものができますよと。もうフリーハンドで書いてあるんで、ちょっとね、形変わっちゃいましたけど。なので特徴としては、その頂点から中心に向かって引いた線と移った先の線の長さは絶対同じになります。で、それぞれのできる角度も全部同じになる。黒も赤も青もね。っていう特徴もあるので、それもね、ぜひ覚えておいてください。で、もう一個大事なことがあって、その回転移動の方。で、回転移動、このな、回転移動の中でも、180度の、ちょっと同じなんで点々にしちゃいますね。よいしょ。で、俺が手で消しちゃったからね。180度の回転移動のことを、こいつだけ特別に名前がついてます。ほにゃらら移動っていうの。で、この名前も覚えておいてください。で、これが、まあ、小学校の時に天体ショーってね、言葉やったと思うんですけど、ちょっと入んなかったごめん。天体ショー移動って言います。で、これはもう180度の回転移動を天体ショー移動。まず言葉覚えちゃってください。で、どういう状態かっていうと、まあこれちょっとね、こうあるじゃないですか。まあ上にしようか。こうなってて、で、ここにもし点があったら、180度ってちょうど逆さまにした状態。これ180度です。こういう、こっからここに来る。だから横にいた場合はこっちですね。右側にこう回したのが。これが180度。回転移動となります。いいかな？で、もう一個の移動行きましょう。次は、平面上で図形をある直線 L を折り目として折り返す。さっきは点をね、中心にして回したんですけど、今度は直線を、まっすぐのね、こいつを折り目として折り返すことをほにゃらら移動と言って、その時の L をほにゃららと言うと。で、まずね、名前行きましょう。で、こいつを、最後、対称移動と言います。対称移動。で、直線 L のことを、まあ、対称移動するときね。だから対称の、その時の軸だよっていう。だから対称の軸って言います。で、これは上の回転移動と、まあ、回転の中心と同じぐらい大事な言葉になるので、まずこの言葉は絶対に押さえてください。まあ、教科書でもね、太字になってると思うんですけど、ちょっと点々いきます。こっちも点々で、よいしょ。で、まず言葉を覚えてもらって、先ほど行きますね。で、対称移動で、移り合う図形は、移り合う図形っていうのは、ちょっと先やっちゃいましょうか。また行きます、メモ帳ね。で、こう、まずメモ帳形がありますと。で、軸っていうのは、直線 L の対称の軸っていうのは、この直線があるわけですよ。で、イメージは鏡がいいです。鏡をイメージしてください。で、こいつを、L を軸にして折り返すので、ちょうどこっち側に来るんです。こっから L から、こういう状態。これが対称の軸、そして対称移動です。だから、今、移り合う図形っていうのは、元の図形と移った先の図形の話ね。は、対称の軸について、ほにゃららだと。で、これ何かっていうと、これもね、小学校の時にやった言葉ですね。これ、線対称になってますよっていう。で、これまず図形ね、書いてやっていきましょう。まず三角形でいいかな。じゃあ、ちょっとね、毎回毎回フリーハンドで申し訳ないんですけど、こう三角形がありますと。で、軸ね、まあ、鏡のイメージで持ってください。こういう風に、L っていう軸があります。で、これを向こう側に移すとしたとき、どう書くかっていうと、こっから L に向かって垂直の線引きます。こうやって、点点点つって。ほんとちゃんと引くんだよ。ちゃんと引くんだけど。その時に、ここの真ん中から左と右が同じ長さになるように。まあ、この辺かな。よいしょ。ここにまず頂点が移ってくると。で、これを全部の頂点でやります。だから、こっからも、点点点で垂直な線を引いて同じ長さ。このぐらいでいいかな。もうちょっとかな。に移してくると。で、さっきと同じように、ここ。で、切った時に、左側と右側同じ長さになります。必ずね。よいしょ、このぐらいでいっか。で、一番下。ここも垂直な線引いて、同じぐらいかな。左側と
右側が同じ長さになるように頂点を持ってくると。で、これを、引く、あー曲がったごめんと、なんだろう、字と図形が移ってくると。対称移動することができます。で、さっきの6番のとこに戻ると、その対称移動で移り合う図形、つまりこいつとこいつっていうのは、対称の軸について線対称、つまり L で折り曲げた時にぴったり重なりますよねって。それが線対称だから。線対称になってますよって。で、対応する点を結んだ線分、つまりこれね、点を結んだ線分、横のやつです、全部。線分は対称の軸とほにゃららに交わってその交点でほにゃららされる。これは教科書にそのまま書いてあるやつで、たまにね、テストに出されるところなんですけど、結んだ線分は L、対称の軸ね、L とほにゃらら、ほにゃららに交わるって言われたら基本的に平行か垂直です。で、今、真横とまっすぐ、90度で交わってるから、それは垂直ですよね。まあ、垂直の垂、気をつけてください、感じね。垂直に交わって、その交点でほにゃららされる。これは、ちょうど半分にされますよね。で、ほにゃらら、半分にされることを、二等分って、いうので、二等分されると。これが答えになります。で、自分がもし、学校の先生でテストを作るとしたら、おそらく、ここね、もしこういう問題出すんだったら、この、穴埋めの部分っていうのは選択問題になると思います。きっと。なんだろう、こっちの方に四角があってさ、言葉がいっぱい並んでんの。で、その中から選びなさい、みたいな。になると思うんですよ。多分この二等分とかね、ピンポイントで出ない可能性もあるんで。ですけど、もしかしたらちょっとね、こうなんだろう。ねえ、ちょっと S 系なる先生は厳しい先生がいて、普通に書いてこいってなった時にも、それでもね、得点取れるように、一応これ教科書に載ってる文章になってますので、こんな感じで答えてみてください。で、ちょっと長くなってごめんね、付け足しなんですけど、さっき言った66番、最後の再生リストの中に入ってる66番の動画なんですが、そこには出したんですけど、これですね、ここの部分、垂直に交わって、その交点で二等分されるっていう、出してる先生も見たことあるんですが、垂直二等分線っていう言葉を使って出す先生もいらっしゃいます。で、その66番の方の動画ではそっちで問題を作ってますので、もしよかったらそこもね、確認してみてください。どう出されるかは先生によって違うので、ちょっとピンポイントでこれだけとは言い切れなくて申し訳ないんですけど、まあ、どっちで出てきても対応できるようにぜひね、確認してもらえたらと思います。では、今回はね、穴埋め問題8問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。図形勉強するときって図形写すの結構めんどくさいんですよね。ただ、目で見て確認だけじゃなくって自分でしっかり写して自分で書いてみるっていうのをいっぱいやっていくと成績伸びやすくなりますので、ぜひね、めんどくさがらずに頑張ってください。